the victims were slashed to death. With a knife? No, it sounds crazy, but it looks like they were killed with a giant pair of scissors. The giant scissors once again search for passion. The trail of terror from Norway to England. Here it is, the Burroughs Mansion. We have to go there and look around or we'll never solve the mystery of the Scissor Man. You gotta be joking. It's way too dangerous. As long as he's alive, we're not safe anywhere, Fox. One after another, the horrifying murders continue to occur. Who will make it through this game of murder alive? Clock Tower 2. はい、皆さんこんばんは。今回は1996年にプレイステーションで発売になりました生存確率1万分の1クロックタワーセカンドをやっていこうと思います。さて、では始めていきましょう。クロックタワーセカンド、相当古いゲームですね。96年、まあプレイステーションですけども、私が高校生の時に出てたゲームですね。懐かしいですね。さて、クロックタワーセカンド、まあ始めていくわけなんですけども、私の実況スタイル、あ、すいません、申し遅れました。私は実況者のガッチマンと申します。どうぞよろしくお願いします。今までのね、実況スタイルとしてはイベントシーン、ムービーシーンは基本的に黙っておったんですが、今回のクロックタワーに関しては、ムービーシーン、イベントシーンは、普通に喋らせていただこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。Helen, the clock tower murders are fascinating. ああ、酸欠だ。まあ、まとめてね、喋るもんじゃないね。さて、いきなり始まっております。前作の主人公、ジェニファー・シンプソンですね。あの白い服の女の子が。クロックタワー事件で生き残った生存者の2人のうちの1人です。まあ、その事件のことをですね、このバートン教授は調べ、教授だっけ、はね、まあ、調べようとするんですが、ジェニファーが記憶を失っておるので、まあ、いろんな睡眠療法とかで無理やり記憶をですね、読み覚ませようとしております。教授はこのクロックタワー事件にすごい関心を持ってて、調べているということです。クロックタワー事件、シザーマンと言われる無敵の怪物ですね、不死身の怪物ですが、いろんな人をですね、切り刻んでたくさんの、死者が出た、ひどい事件です。1作目の、クロックタワーなんですけども、スーパーファミコン、並びにリメイク、あるいは再販でクロックタワーファーストフィアだかなというのでプレイステーションで出ております。まあ、詳しく説明してあげたいところですが、私はその1作目をやっていないので、よくわからないです。ウィッキの知識でちょっと喋っております。というわけで、まあ、まあ、部屋から出ましょう。さて、1階にですね、取材をしに来ている人たちがいるらしいので、それに会いに行きましょう。新聞記者が1階で教授を探していましたよということです。ハリスなんですけども、ここで一回話しかけてそのまま、先へ進んでしまうと、次の主人公がヘレンになってしまいます。ヘレンというのは先ほどいたジェニファーの、あの保護者みたいな形ですね。もう一度話しかけると、主人公は前回と同じジェニファーになります。ここは少し分岐します。まあ、実際のところ2回でよかったと思ったんですけども、まあ一応念のためにもう一回話しかけておきましょう。ね、2回踏んづけて死ななかった場合にね、まあ、念のためにもう一回踏むっていうのはやっぱり気持ちいいものですし、まあ、やっぱ確実性っていうのは欲しいもんですからね、まあ、確証ってやつですか。それはまあ人間として誰しも思ってる感情ですから、まあ、確実なものを手に入れるために3回話しかけておきましょう。そしたら、1階に向かいます。新聞記者さんですね。
私を取材に来たのか貴様。私を取材に来たのか。いいぞ。取材するがいい。めんどくさい。手動のエレベーターです。手動のエレベーターすごいね。なんか自分でこの上げ下げしなきゃいけない。どんだけ力が必要な。はい、新聞記者のですね、ノランです。カメラマンのティムさんですね。ティム・レイ、階段から落ちてお亡くなりになられましたね。亡くなってるかどうか分かんないですけども、まあ10年戦えるんじゃないですか。10年戦えねえか。このクロックタワー事件のことについて、不死身の怪物であるシザーマンの存在をですね、マスコミはまあ聞きつけて、それを調べているこのバートン教授をですね、訪ねてきたわけですよ。まあ唯一のね、生存者、まあ二人いる生存者の一人のジェニファーのまあ診断というかね、を見しているおるので、まあ何かしら教授が握ってんではねえかなっていうのをこう記者の鼻で探りに来たわけですよ。まあ、撮るなそうな勝手に写真を。ああしかしね、結構自動でこう送られちゃうんだな、あのテキストが。自分が読んでないとこうボタンボンボン押しちゃうんでいけないとは思ったけど、一応自動で言ってくれるっぽいね。まあ、シザーマンなんていう無敵な怪物はいなかった。ただの怪物に過ぎないっていうことを言いたいみたいです。結局何の確証っていうかね、証拠もないんじゃしょうがないですよね。そもそもシザーマンって何のかっていうのが一作目でも分からなかったっていう話です。果たしてこのクロックタワーセカンドでシザーマンの正体は分かるんでしょうか。シザーマン、シザーマンと、私はガッチマン、なんか通じるものがありますよね。まあ最後のマンだけですけども、でもなんかそのシザーマンっていう風に言っちゃってるから、もう性別はもう確定しちゃってるんだよね。シザーマンって性別は分からないって、それちょっと矛盾してる感じがします。まあ性別はまあ男性であるってことはなんとなく分かるってことでしょうか。じゃ取材が終わったら今度はね、クロックタワー事件、もう一人の生存者である少年に会いに行きましょう。おじさんは少女よりも少年の方が好きだぞっていう感じの外見ですけどもね。人を外見で判断しちゃいけません。マゾーですね。これはですね、クロックタワー事件の時の唯一 の、 あの押収品というかね、回収した、証拠品みたいなものです。証拠ってなんだ、なんか関係あるんじゃないのっていうふうに。おっと少年が来てるそうです。そしたらここで、分岐です。分岐あります。この、マゾーをですね、鑑定に出すんですけども、ここ二田くんです。二田くんって何ですか。二田くんです。まあ図書館の館長するサリバン、サリバン、どっかで聞いたことあるな。まあサリバンかリックという老人、どっちかにまあ鑑定を依頼しましょうっていうことなんですけども、まあどっちにすんべってことですね。まあ、リックという老人に任せるんだったらそこにハデスに持っていかせるんですけども、ここの2択です。これステージ2が変わります。ステージ2が、リック邸になるか図書館になるかです。一応ねこのクロックタワーセカンド自体はね、ステージが全部で4つしかないんで、ストレートに行ったら3つで終わっちゃうからちょっと寂しいので、イエスとノー両方ともお見せしたいと思います。なので今回先にノーからやっていこうと思います。私はイエスマンにはなりたくないって、とりあえず首を横に振りたい、そういう
男気ある道もたまにはいいんじゃない。2011。ああ、ほんと何言ってんだかな。頭いて。はい、コナン君です。格好だけね、あのコナン君の海外バージョンみたいな。まあ生き残りの少年はですね、記憶を失っていて名前がわからない。なのでエドワードという名前が当てがられたというか与えられたようです。まあエドワード少年、これが、ジェニファーと、唯一ってなんだ、まあ生き残った2人のうちの1人です。まあだから2人とも記憶がないってことですよね。ジェニファーもエドワードも。はい、ってことですね。一回進みました。ちょっとメモリーカードチェック中ですね。ちょっとなんかセーブデータありますけど、上書きしちゃいます。さ、分岐を得てですね、ジェニファー編がスタートいたしました。赤いですね、この部屋。ここね、いくつか行けるんですけども、ただ話が聞けるだけなんで、まあ要点があるとこだけ行って飛ばしちゃいますね。はい、それではですね、生存者の二人である、ジェニファーと、ここ、ノルウェーの国際ホテルに泊まってるエドワード、二人の初対面ですね。お互いはお互いを知らないようです。まあお互い記憶がないですからね。なんかあのエドワード君はなんかすげえよく見るとちっちゃい割には結構ガチムチっすね。なんかえらいこう胸板とかすっごい厚いっすね。よく見たら顔も凛々しいし、わ強そう。なんかビシッとしてこう胸張ってる感じで、こうマッスルな感じの少年。なんかこういうのを、まあ、被ってるって言うんですけども、カメラアングル的にこの K さんはですね、カメラに向かってこうお尻を向けてるっていうのはこれ非常に良くない行為ですね。ちょっとこれカメラアングル間違ってるんじゃないですか。これ K さん向こう側からこっち側にいるのがベストだったんじゃないかな。まあということでね、まあお互い接触すれば何かを思い出すんじゃないかってことでですね、仲良くしましょうよということです。しかし本当に当時のポリゴンってすごいですね。なんかカクカクっていうか、えらいことになってますね。顔とかいろんなパーツがおかしいことになってますけど、じゃあ一通り回ったら自分の部屋に戻ります。家の前に誰か立ってる。あの人はって、あの人が立ってた、あの人が家の前で立ってた。ある意味恐怖ですよね、いろんな意味で。ジェニファーの部屋に、初対面の人をジェニファーは部屋に入れるようですね。どうやらね、結構大胆な感じ。部屋赤いしね。部屋赤いんだけど天井だけなんか色ないし、なんだっけな、人間の目ってこの赤に、目じゃなくても肌でも赤の興奮度をこう醸し出すって何言ってるんですかね私ね。とりあえずまあデートとね取材のまあお誘いをいただいてるんですけども、煮え切らないやつですね。そう、両方思い切ってますね。やっぱさすが外国の方です。ジェニファーの方が大胆っていうか、デートを誘えというふうに言ったわけですよね、初対面のノラに。いいですね、そういうこう
積極的なのも。というわけでね、取材とデート兼ねたジェニファーなんですけど、ちょっと今事後だとは思うんですが、家に帰ろうとしてるんですが、誰かにつけられてると、まあ、つけられてるっていうか我々がみんな見てますからね、これジェニファーのことをね。少なくとも私は見てますから、ずっと見てるよって感じで、そう考えたら常につけられてるのは正解かなと。キモいっすね、私言ってることはね。What's the matter? There's someone following me. Some weirdo, I guess. さてと出てきました、シザーマンです。これがクロックタワー事件の時にですね、猛威を振るった不死身の怪物シザーマンです。さあ、逃走モード入りました。シザーマンから逃げなければなりません。ずっと追ってきますので、とにかく、フラムと言われる男子トリに逃げ込みましょう。逃げ込んではいけない、トップ10の中に入るですね、この男子トイレ。1か8か逃げ込んでみましょう。逃げる方法ですが、隠れなければなりません。ひたすら隠れて音楽が止まれば逃走モードは終了です。どうやらやり過ごしたみたいですね。そしたら開けましょう。あー怖い怖い。いかがですか皆さん、怖いでしょ。クロックタワー、どんなに走っても、シザーマンを追ってきます。でもちろん戦うことはできません。隠れたり、隠れてやり過ごしたりとか、あるいはなんか撃退する、アイテムを使ってですね、撃退する以外、シザーマンの逃走、まあ、追っかけてくるモードは終わりません。とにかく逃げ回らなければならない。怖いですよ、このゲーム。とりあえず変質者がいたんで、ちょっと警備員さんに助けを求めましょう。警備員さん、警備員さん。ちょっと力が強すぎて、首をもいでしまったみたいですね。ジェニファーたん、ちょっとツンデレですからね。びっくりしました。私もびっくりしました。特に意味はないんですけどね。そしたらね、机の、まあちょっと警備員タンを見ましょう。すいません、本当に首もいじゃって。そしたら机のですね、ここになんと鍵ですね。鍵を手に入れた。なんでそんなものを手に入れたかというとですね、閉じ込められてるんです。非常口も正面玄関も全部鍵閉められてます。つまりジェニファーはここから逃げられなくなってるんですよ。なので、まあ鍵を使って非常口から逃げようってことです。ご覧の通りですね。さあ、シザーマンがいつ出てくるかわからない、怖いですね。ちょっとじゃあアイテムを回収してから行きましょう。クリックです、進んでいきます。ちょっと倉庫に用があるんで倉庫入りましょう。よいしょ。はい、すいません、びっくりした方いらっしゃると思うんですが、まあ狙い通り、ちょっとね、もっと早く行っておけばよかったんですけどね、出るか出ないか私も分からなかったので。さあ、とりあえず逃げましょう。トイレで逃げてもいいんですけど、今度は2階に逃げましょう。エレベーターを使うのもありですね。とにかくこの音楽が鳴ってる間はシザーマンがひたすら追っかけてきます。なんとかしてやつをやり過ごさなければなりません。なんかあるかな。怖いよ、来るよ来るよ。あ、ねえや、いかん、失礼しました。シザーマン来ちゃいますね。消火器があれば消火器を使おうと思ったんですが、消火器なかったので仕方ありません。逃げるしかありませんね。迫ってくるシザーマン。シザーマンよりも先に隠れる場合は、見られてないところで隠れなければなりません。見られてると手遅れになります。なので今回はこれを使いましょうか。
最終兵器ですね。アンブルダです。全部で49回ボタンを連打すればシザーマンに勝つことができます。49回私が叩くことができれば勝ちました。いやー、血管がこうピクピクするっていうのは分かります。まあそんな感じですね。ちょっと様子見に行きましょうか。シザーマンが いない。今までいたシザーマンがいません。そしてファックスが来たようです。ファックスを見ましょう。たどたどしい文字が書かれている。今からそこに行くぜって。さっきまでそこにいたやんって。ここにいたやんお前って。で、部屋を出ます。部屋を出ました。そして部屋に入ります。そこに隠れてたみたいですね。なんか演出っぽくやってますけど非常にかっこ悪いですね。ヒザーマンね、そこに最初からいたやん。まあそういう悪い子にはちょっとお仕置きをしてあげる必要がありますね。わざわざあんなファックスまで用意したんでしょうけど、えい。そしてまた逃げるヒザーマン。本当に恐怖の対象なんでしょうかね、彼。なんかこう、いたずらしてる子供に見えなくもないという。まあちょっと遊んでしまったんでね、すいません。アイテム回収していきましょう。まあシザーマンタンはですね、ハサミを持ってはおるんですけども、なんていうのかな、いたずらっ子かな。なんで、やっぱ悪いことしたら、まあ、お仕置きしてあげるのが、まあ、お姉さんの役目かなっていうふうに思います。じゃあ、さっきの倉庫ですね。ここでアイテムを回収します。これがないと、最終ステージですね。で、いいエンディングに到達しないので、ここは取っておきましょう。いや、なんかいっぱい喋るようにしたね。マジさっきのハイパーオーラ切り、アンブレラによるハイパーオーラ切りで私の血管がやばい。空気をこう吸う、あれ欲しいっすね。アマゾンで頼んじゃうかな、次回。酸素スプレーってやつ。で、一回やってみたかったんですよね。酸素スプレーで、空気を欲しい。私に空気をください。はぁ、あ。で、シザーマンなんですけども、さっきみたいにイベントで出てくるパターンと時間経過によって出てきます。2分経つと、2分に1回ずつ抽選があって、その抽選になると、なんだっけな、30分の1の確率だったかな。で、シザーマンターン出てきます。だから、探索がね、長引くと、シザーマンが出てくる確率が上がるということですね。うん、鍵が置いてあると。じゃあ、そうだな。ちょっとじゃあ、診察室見に行きましょうか。本当は行かなくてもいいんですけど。まあ、尺に余裕があるでしょうからね。あ、そうだ。私、もんじゃ焼きが最近ハマっててね。なんで今更もんじゃ焼きかっていうのは、まあ、それは私の趣味なんですけども。すっごく美味しくてね。最近ずっと食べてます。さて、なんか死体っぽいのがありますね。これはですね、ヘレンの同僚である女の子です。最初の被害者、いや警備員2人死んでますけど、
殺害されてしまったと。ああ、戻しております。すいません、あのもんじゃ焼きの話なんかしちゃって、まあ、こうなることはちょっと予想せなかったんですいませんでした。まあシザーマンによって、まあ、命を奪われてしまったと。そしてね、ここに薬品の瓶が並んでるんですよね。薬品の瓶、なんかちょっと投げつけたらどうなるか気になりません？薬品って気になりますよね。ちょっと待ちましょうか。あ、来ましたね、シザーマンさん。じゃあ早速試してみましょうか。どうなるんでしょうか。薬品をセーブ。たまらず逃げていくシザーマンさん。投げつけたのはアンモニアだったそうです。臭いっすね。たまらずシザーマンさんも逃げていきました。いやー怖い怖い。他にもね、ここに防犯スプレーなんてのもあるんで、かけてみたらどうなるか試してみたいですね。あとね、撃退ではないですけども、ちょっとまたお見せしましょう。せっかくですから、またシザーマンにですね、相手になってもらいましょうかね。本当は、このまま非常口から逃げ出せば、もうゲームクリアなんですけども、一応イベントをお見せしておきたおうかな、というふうに考えております。ここかな。コンピュータ室です。そろそろやめてあげてよっていう声が聞こえてくるかもしれないんですけども、君が追ってくる限り僕は撃退するのをやめない。まずじゃあ意外なものでシザーマンの進行を止めてみせましょう。貴様なんだ、シザーマンごときはですね、シーツ1枚で十分さ。これかな。さあシーツ、ソーレイ、パサ効いてますね。前が見えないよ。そしてここに消火器なんてものもありますね。こういうのも結構効くんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。なんか本当にそろそろかわいそうになってきた気がする。もう許してあげましょうか。以上、これで逃走モードは終了です。シザーマンもちょっともうやれやれっていう感じで逃げていったわけなんですけども、じゃあね、油差しと非常階段の鍵を手に入れたので、このステージをクリアしようと思います。いやー本当に怖いゲームですね、これ。本当に生存確率1万分の1ですよ。大丈夫かしらって、本当にね、こんな殺人鬼がいるような大学にいられるかって。俺は部屋に閉じ込めさせてもらうぜ。カミカミっすな。あ、ちょっとなんか悩ましいループですねこれね。ちょっとやめてよジェニファー、ちょっとあの聞こえたらどうすんだこれ、うちの嫁に勘違いされちゃうわよ。というわけで、大学クリアです。
はい、いかがだったでしょうか。第5ステージ1クリアです。怖かったですね、マジ。こんなので幸先がちょっと思いやられる感じなんですけども、次回クロックタワーご期待ください。